シティビのムチです。本日ご紹介するのはあんまり実は活用してるのに紹介してなかったなっていうこちら、はい、アップルウォッチ、まもなくね、シリーズ7かなが発売すると思うんですけど、私はシリーズ6かな、5かを使ってます。で、なんで急にこのアップルウォッチの紹介かというと、アップルウォッチ自体はね、まあいいんですけど、最近ね、そのアクティブに仕事もするっていうのもあるし、よくね、私ハワイアンズチビとね、旅行に行く時ね、アプローチをつけたままプールも入るし温泉も入るしって使ってるんですね。で、防水だしもちろん問題ないよってあるんですけど、よくね、狭いところとか通る時に大事に使っててもこう壁にガンと当ててね、このガラス面ビャンって傷つけちゃったりする時あるんですよ。で、もちろん今までその時に傷が入んないで助かってたんですね、今までは。なんだけどちょっとさすがにやべえなと思って、なんかいいケースないかなって、昔ケースあったけどケースつけるとなんかいまいちだなっていうのがあったんです。あとプールに入っちゃうとこのケースと画面の間に水が入っちゃって操作できなくなっちゃったりなんてことがあったり、外してまた拭いてなんとかなんていうことが必要だったんだけど、防水のがあるっていうのを知ったんですよ。で、どこのやつかっていうと、この後細かくご紹介しますけど、いつもケースでお世話になっているニマソさんとか他にも防水タイプのケースが売ってるっていうのを気づいて、そちらを購入してみました。もう装着しちゃってるんで、外してつけてっていうことがね、もうシリコンでうまくくっついちゃってるんで、外すことできるんですけど、今ね細かく画面の方で、手元でご紹介していきたいなと思います。はい、じゃあ早速ご覧いただいてます。こちらもうね、そのニマソさんの防水タイプのカバーがついてる状態です。私はこの車外のねメタルタイプのバンドをつけてるんですけど、バンドをつけたまま装着できます。で、この周りがね、ちょっと艶消しの感じになっててサラサラしたようなね、素材なんで、純正のねシリコンバンドっていうのかな、純正ついてるスポーツバンドっていうのが合うかと思います。で、何がただ違うかっていうと、ケース自体はね、いろんなタイプのケースが売ってると思います。こうやってね、裏側、横側のね、この、竜頭側からはめ込んで、パチッとはめるタイプになってるんだけど、何が違うかっていうと、この内側、画面の内側の、このちょうど黒い縁になってるようなところ、この黒い縁になってるところに、画面側にね、コーキング剤が、付着されていて、取り付けた時にこの、周りをキュッキュッキュッと押すと、要は画面とこのケースの間が空間、この中の隙間にホコリとか水が入らないような仕組みになっています。なので水中に入っても操作ができるし、基本水中に入るときは水中モードって言って、皆さんご存知かと思うんですけど、下からスワイプしてこの中にあるここのお水のマークをピッてやっとけば、画面がね、水滴がついても反応しないような風になってます。だけど時計としては機能していて、使えるよってことですね。で、解除するときはこのリューズをグーグーニュ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 ーってグーってやると、今のブー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 ポロって言って、ここがスピーカーとマイクになってるんですけど、ここがスピーカーとマイクになってるんですけど、ここの水分を今の音でブー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 ポロって言って水分を排出してくれるっていう仕組みになってます。で、それをして使えば、ここの中にはね、水が入らなくていいっていうところで、よくできてます。で、さすがニマソさんだなっていうところで、この中のね、そのコーキング剤がバランスよくついてるのか、今んとこ問題ない。で、操作性もこういう風に、今タッチしてるの見てもらっても分かる通り、全然バッチリ。で、逆に、ここの、なんていうんですかね、画面が大きくなってる、逆にこう、アップルの純正の状態ってカバーつけてないとトゥルンとしてんじゃないですか、 R があって。だから端から上からスワイプとか下からスワイプってこうなんつうの、本当に撫でるように、この側面から撫でるように触らないと反応しなかったんだけど、このケースにしたら逆にこの上の辺をこういうスッってやると、ほら素直に反応するようになって、逆に私はですよ、私は男なんでちょっと側は大きくなっちゃうんだけど、これの方が操作性がいいなっていうのを気づきました。変更も楽になってます。はい、なので操作性も問題ないし、逆にね、操作性が良くなってるっていうところがね、いいって私は思ってます。あと横のこの手のね、ケース昔つけてた時、元祖のね、3とかかな
元祖のやつとか3までぐらいのやつ、もう一個ちっちゃいのあったじゃないですか、サイズが。あの時なんかに売ってたケース私もつけてたんですけど、あの時はここがへこんでて押しづらかったんですよ。で今だとこれで腕につけててダブルタップとかダブル押し込みでカードの決済とかできるじゃないですか。でそれの時もこのタイプちゃんとねボタンがついてるんですよ。切りかけにはなってるんですよ。だけど押しやすくてこのクリック感が最高でね、押しやすい。だからね、ほんとこのケースつけた方が私はですよ、わかんない、男の人、私なんかみたいな男の人はこれの方が操作がしやすかったり押しやすかったりするんじゃないかなと思うぐらい、このニマソさんのケースは最高です。で、いろんなねメーカーさんの出てるんで全部の比べてないんで私はわかんないですけど、やっぱニマソさんのは名前も知れてるし値段も高くないんですよ。他のメーカーさんもいっぱい出てるんだけど、ニマソさんのも高い、ちょっと高いのかなと思いきや、アマゾンで買うと安く買えるんで、いつものようにね下の概要にアマゾンのリンク貼っておきますんで、気になる方はチェックしてみてください。はい、という感じで、とてもねいい商品に出会えたなということで、この後ね、間もなくかな、来週ぐらいに、セブンシリーズ7というかシリーズ7がね、アップルウォッチも出てしまうので、今ちょっと遅れたタイミングでご紹介になっちゃうけど、まだまだね、現役で使える、こちらのアップルウォッチの1個前のね、型になっちゃうと思いますが、私のはシリーズ5なのかな、これ。はい。っていうので、うまく、活用して皆さんもね、ご参考になればと思って今回動画にしてみました。はい、以上いかがでしたでしょうか。ね、とてもね見た目がいいんで、いろんなね、これ私たまたまツヤ消しのタイプを選んでるんですけど、ツヤ消しじゃないいろんなカラフルなバージョンもあったりしますんで、その辺をうまく探してもらっていいと思います。で、普通のケースじゃなくて、私今回ご紹介したいのはその防水、アップルウォッチが防水になるとかじゃ強くなるとかじゃなくて、防水なのは何がいいのかっていうのは、この画面とケースの隙間に水分が入り込まない、あとホコリがね入り込まないことによって、なんつうんだろう、使っててプールとかに入った、出てきた一回ケースを外して全部拭いてっていうことをしなくて済むよっていうところで、私なんかいつもご紹介してるハワイアンズに子供とプールで行った時にジャボジャボ温泉に入ってっていうワップルウォッチつけたまま行くんでね。で、その時なんかも、毎回ね、カバーを取って拭いてなんて言ったら、子供を面倒見ながらの相手じゃ難しいじゃないですか、そういうのって。で、そういうのが、何そういう防水タイプがあるんだ、みたいな。やっぱ時代ですよね。物も進化してるけど、こういうアイテム、周りのね、サードパーティー製のアイテムもすごい進化してて、すごいなと思います。で、先ほどね、後ろの方で、手元の画像を見せましたけど、あの時にご紹介した操作性が、純正より、わかんない。今度の Apple Watch ね、シリーズ7は操作性がさらにね、こう、滑らかで、スワイプとかも楽になってるのかもしれないですけど、ちょっと大きくなって、なんですかね、曲面を触るんじゃなくて、こう平らな面を触れるんで、とても操作性がいい。先ほど画面で見せたみたいに、スワイプするのもすごい楽だし、その辺もね、私男なんかには持ってこいなんじゃないかなと。チュロンチュロンうるせえな。すいません、チュロンチュロン。以上ね、そういう感じで、少し参考になればなと思いまして、今回、ニマソさんのね、防水タイプのアップルウォッチ、カバーのご紹介をしてみました。以上、ムチ TV のムチでした。チャンネル登録、グッドボタン、ぜひぜひお願いいたします。まもなく3000人チャンネル登録です。もう10年以上やってるんですけど、まず3000人なんで、ぜひぜひね、1万人目指して、まず1万人目指して頑張っていきますんで、よろしくお願いします。で、また、ムチ TV のムチでした。